これまたエテポンゲが俺に攻撃してきて止めるパターンだな。魅了がベール30秒か。補助お願い。了解。初手メタルガード、いきなりピオラが入っていく。ガードだ。間に合わないんだけどね、ビギナムだから。頑張れ頑張れ。ちょめっちゃ食らう通常。ベギラム早い、ベギラム早い、早い。よっしゃ、いきなりピュアラ間に合うぞ。レンダ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 。おわ、これ間に合わなかった、俺死ぬ。おオッケーオッケーオッケー。こわ、まずはバフだけですよね。そうやな、バフダメージ。バフはホイミホイミホイミ。船打った。スクルト、でもスクルトはあれか、会心が、うん、うん、どうだ、20ぐらい下がるの。やっぱり盾が違うと。あ、回復、うん、ちょマジ痛恨、マジ痛恨、マジ痛恨。スクルトかけまーす。はいよ。ってことはコアちゃん船打ってもらって、俺タタウタか。甘いささやき。うわ、こんなんした。こんなんだったら、あ、持ってくれよかった、あれを。鈴。いや、鈴じゃなくても万能薬持ってる。あ。ミナがかけます。これ、当たるよ。僕手が暴れてる。止めてくれ。いこれ。ガーだ、ガーだ。ガードが僕で回復役がバカ野郎。うわぁ、雫か、雫じゃない、いやいやいや、防御防御、とりあえず防御で。あ、間に合わない。また当たり方が最悪な当たり方したな。ちょうどぴったりぴったりボーナス、うん、よし、ここで攻め。一応船歌はかけれますけど、どうしますか。ネギ玉飛んでくるから先にガードする。なんで痛恨するのまた。バカなのこいつ。痛恨率高いですからね。やばい、全然攻撃してない。周りを落とそう。勝った。先飛んでしまった。分裂した。増えた。そうだよな、ポクテのバフが消えたもんね、これでね。そうなんですよね。もうとりあえずベホマラーでしょこれ。うわ、いって。アムド。これで呪文無効が、呪文無効ってせこい。強いよねけど。でも槍強化しようかな。バチコン。フナウタ。ルビスの光。ああ。金色、金色、行きたい。ギリ倒せてない。金色行きたい。金色、なんかいけるかな。ターンまだ変わってないよね。うん。まだ船歌は必要な。あ、変わった。船歌入れます。はい。発想、発想。おーっと、甘いささやき。やめて。混乱ならまだいいんだけど。まあまあ、魅了よりかは。でも、うん、混乱直すアイテム持ってきてないから、大して変わらないのでは。まあ、確かに。しないっす。OK。で、これ、次のあれが来るまでに。うん、自分に攻撃してくる。ド M かな。目覚めていく。これで抜いていきたい。ラストも来るから先にメタルカード貼り直ししたいな。アクブレ打ちたい。続け続け続け。コンボメタルカード貼り直して。アルテマなら打てそう。でもアクブレを打ちたい。砲撃。アメラストーム来ちゃった。ガードすればよかった。CT 早い。
どのタイミングで分身すんだこいつ。順番があるらしい。パンツ的な、うん、これメラストーン2発来たら死ぬかな。やばいね。あ、死なない。3発だ。3発か。いやでも耐性に、耐性に下げ。2下げか、さっき1下げだったの。しずく大丈夫。耐えた。しずくはできたの。ありだな。ねえ。チョドラもったいないかな。ドン。よし。こっちチョドラを打っていきたい。今のところまだ石1個消費だけ、うん、いやでもそれでも若干特にね慌てる部分はまだ大丈夫だね。あ、間違えた。ミナカを入れて OK。 これでこれベギ玉の前にいくかな、はい、防御いるね防御。おっとおっとベギ玉おっとおっとやばいかこれか。ちょっと待てばよかった。おっと間に合うか間に合うか。えい、セーフ。間に合わない。110。あ、けどそんなにだね。ギラ耐性ついてるっすよね。ギラ耐性しかも2段階魔法のやつはついてるからか、うん、よかったよかった。これだガードしてる。あ、いいよ。なんじゃこいつ。あ、いいよ。進行が入るから速度上げを、うん、これゲージ割ったらやばい。ゲージ割ったら怒りの豪華的な何かが。でも生きに上げされてるんで多分大丈夫だと思います。オッケーオッケー。問題はその後に来るベギラマの方。ベギラマな。あ、全然楽勝。甘いささやきやから。おっと、じゃ 4P に甘いささやきを4P エティ以外に。それは死ぬ。それは死んでしまう。攻撃するか。バフ大丈夫ですか。そろそろ船歌とか入れ直しといた方がいいよな。うん、とりあえず結構点滅がやばいかも。おっと、コアちゃんに行った。最大火力が、最大火力が。アクブレはいらない。アルテマ、ちょ、これはガード優先で。いやでもこれ抜けきれそう。あー、うん、だろうと思ったよ。このメラストーンやばいやつですよ、うん、魔力激怒で上がってるんで。俺に飛んでこいつ。ガード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 。これはガードですね。てか、あれ、聖域の剣術もう一個欲しいわ。くるって、あ、スパイス下がった。おお、ちょうど今今あれで今見えないバフが向こうなんだよな。ハッスル入れとくか。そうっすね、お願いします。ハッスル、ハッスル。おっと、ギリ。やっぱチョドラは強えな。ほんまやったらなんか、うん、メタ剣とかでチョドラチョドラみたいな追加出したかったんですけど。完璧やんぞ。タタウタいいでよ。レギュラーマガードした方がいいっす、ね。おなしゃ。あ、そう。間に合うかなこれ。間に合うかなこれ。これ間に合わなかったやばいやつっす。あ、でもあれだね。スパイス下げてるから。あ、なるほど。なら間に合うかな。あれ、これおー、間に合った。天才ガードして80か。100とか。ちょっとミナカをかけたい。船打った入れよう。グビ、あー、先行入れよう。これで次ぐらいで抜き切れそうな感じですかね。うん、うん、もう抜いちゃって上がってるから。コアさんのチョドラで抜けそうな感じ。行ってくれコアちゃん。行け行け。
いけ。で、抜いて開幕の攻撃が耐え終わったらベホマラでしょ。ちょっと微妙に。おお、危ねえ、危ねえ。で、次。あれ、できたら他の人はガードした方がいい感があるかも。ガード、ガード。いや、ガード無理でしょ、これ。即ガード入るの。食らってから燃焼が来るんで。ああ、燃焼か。できたらガード。はいよ。だと思います。ガード。うわぁ。痛いよなぁ。やばくねぇ。なんでこんなに食らった今。150。歌ブレス耐性結構積んでるけどねえ俺らブレス耐性推しだからそうやでそれでそれってやばいや何もなかったら500くらいちょうどライ入れてこっからだよなあ157尻尾を大丈夫かこれ痛いってマジでしかも黒煙連弾が来ちゃってるこれはもう世界中入れる世界中入れるお願いします食いちぎる攻撃力が元に戻るおちょっと防御間に合って俺間に合わねえ間に合わねえな1,2,34おドラゴンボディいいねオッケー回復するのか回復するのか50食らうたびに50回復しますブレスをちょっとカード1回入れて天候いやでも燃焼が終わったからここでできたら攻めたいこっからね食いちぎられる攻撃ダウン耐性が仕事したかやべ、ベホミよりベホマラの方が早いかハゲオタ来るな行くぞ行くぞおっと、休み体勢がえ、勝たない硬いんすよね、なんでこんなに硬いあ、ハゲオタ更新した方がいいかこれまだチカチカはしてないあ、でもエテさんがチカチカしてるチカついてる600食いちぎり補助っていうかやばくねこれバフ入れたいね前の打った更新守備アップ船歌あ船歌いきますはいはいはいいやベホマラ行くオッケーあガード入れちゃったこれ休み次第で結構やばいことにおお尻尾攻撃もくんのかこれ誰か世界入れた方がいい。投げれん。じゃあ投げまーす。よいしょ。そろそろ金色入れたいんだ。いやー、しずくも2消費か。あと2だね。あと2、で石川さん。使いどころ、使いどころ。ああ、コアさんの守備が。タタウタちょっと入れたいな、これ。タタウタ。入れます危ねえ今のうんピオリムピオリム一応食いちぎりせっかく開けたのにキーチうわぁベホマラしばらく使えねえんだよな田舎通るで回復を、うん、ちょっとホイミ自分だなこれビデオうおぉベホミベホミベホミバカ野郎ベホミさせろ間に合うかうんうわ大丈夫耐えると思う耐える果実投げようかレスいや大丈夫灼熱は耐える、はい、でもこれなんかあれですよね割ったらなんか割るときでもなんかねうおぉ尻尾果実投げようか食いちぎりガチかエテポンゲニホイミ食いちぎり攻撃防御ダウンがほんまにしんどいねブラッディスクライドここで豪華か豪華ゲージ割りで豪華だな
うおー、やべえやつ。290続く投げる？なだいい。あ、これコアさん投げた。ああ、投げてるね。オッケーオッケー。バフかけ直しはまだいいか。いや、守備が上がってない。上がってる。食いちぎるで。ああ、大丈夫。あるわ。あるあるある。ちょうどラウチ。デフマラまで回って、ちょっと。縦が違うからな。ほんと補助呪文のたまりが遅いんだよ。了解。了解。耐えよう。耐えの構え。あ、やべ。あ、いや、連弾の前に行くよ。あ、なんで防御解除した避けろ。避けねえ。右に、あ、先。これでワンチャン。私に来てくれればガードプラスドラゴンボディで。1、2、3。全然大丈夫、大丈夫。オッケーオッケー。カタウト入れた方が良さそうか。道具自分に果実。オッケー、まだ世界中静かまだあるからね。あ、みなぎってる、みなぎってるぞ。食いちぎる。あ、やばい。これ豪華じゃなかったか、あれ。ポケ2段階落ち。攻撃が。待ってよ、戦いの歌入れた方がいいのかこれ。どうなんでしょう。一回入れる。一回入れる。うん、入れてすぐ防御しないと。防御は。いや、激しいおたきんだ。ブリスの光入れてみるかいいかな。待って、ピオリも入れた方がいいんだけど。豪華が来る。あー、ミナカ通るとハッスルで我慢するしかない。とりあえずミナカ入れまーす。ミナカハッスルで間に合うね。オッケー、雫投げないよ、まだ。うん、果実をか欲しい。雫は多分果実、果実投げるわ、じゃあ。うおー、まだみなぎる。オンステージも入れたいけど、もうちょっと食いちぎるやめて。ハゲオタ落ち。いや、もう先にオンステージだな。おっと、嵐の気配が来た。でもあま、嵐の気配は別に今はない。マジか。なんだよその入り方。とりあえずガードします、ガードします。日本まだあるっけな。いや、もう連獄かい。で、豪華またこれ。豪華。これはもう、雫行かないと。ちょっと、うん、ちょっと、投げれない。死んだし。死んだ。ちょ、バフつけないと。あ、ポクテさんが。ないんだよ。雫投げれない。やべえ、これ、行動次第で終わる。食いちぎるが。これエテさん一回死んでもらった方が投げる。ですよね。やべえ、バフが船歌がかける。お願いします。やべえこれ。もう意志もあとコアさんしかない。ピオリム。イエイイエイ。勝った。ええー。やべえなこれ。また。キッチーラスゲまで、うおー、いやー、そこで会心来る。キッズ、なんだこれ、何がダメなんだ。煉獄が飛んでくる。正直煉獄はあ、マジか。やばいタイミングで復活してしまった。あ。これは。これ魔法じゃないと通らなくねえか。ヒチ。荷上げじゃないと。あ、無理だこれは。ちー。一応ポクテさんを戻してミナカ打って、いやーもうこれバフが、まあ、死んだら終わりなとこだよね。死んだらもう取れるもんね、バフ、うん、あ、終わったかな。守備一段階でいって、で食いちぎる。
ちょっとだってまだみなぎってますこれ、もしかして。うん、怒りますね。怒りか。スクルト、そうだね、攻撃に段階ダウンとかも。ほんと攻撃力ダウンが。アームド。うわ、マジか。からの痛恨ね。静まった。何これ静まったけど。怒り出したらもう、もうガチ守りに入った方がええんか。うん。もう みなぎったら攻撃 しのげる。あ、でもこれは大丈夫。ね、しのぐしかないのか。でもしのげない。あ、またみなぎったし。怒りが収まるまで待つしかない。これは無理っすね。しょぼ。この攻撃2段階ダウン6。死んだ。きっち。きっつ。なんだこれは。強えわ、やっぱ。リオ強えよ。え、耐性結構済みでこれ。うん。やばいっすね。強っ。